はい、どうもー、こんにちは、ゲタキラーさん。前回ね、ふわっとした感じでね、アークボガードの、ソフビを紹介したんですけど、もう今回もそれですよ。今回もそれですよ。ふわふわしますよ。ね、僕ソフビ好きなんですよ。ってことで、まあね、ソフビをね、紹介していこうぜ。はい、今回ご紹介するソフビは、ドトナ怪獣シリーズより、濃厚宇宙人ザム星人。こちらをご紹介していきたいと思います。はい、ザム星人と言ったら何ですか？ウルトラマンネオスですね。そう、ウルトラマンネオスなんだけど、パイロット版だとめちゃくちゃ活躍していたザム星人なんですけど、ビデオ版っていうんですか？ビデオ版に登場したザム星人は、何回もいちこう影が薄い。パイロット版だとめちゃくちゃ活躍してたんだよね。ザム星人ね。はい。ということで今回こちらのソフビをね、紹介します。足元とかもなんかめっちゃすごいちっちゃいですか。なんかね、爪がガギーンってなってて、こうね、模様がグギャグギャンってなっててね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ねえ。すごいかっこいい。こう上行くとこんな感じで、かなりこうテッカテカって、したような感じの、ね、一昔前っていう感じのね、ソフビですね。すごいテカテカしてる。こういう大きい爪持ってるやつって大体かっこよく見えちゃう。すごいかっこいいじゃん。こういうのももうすごいやっぱかっこいいなーって。かっこいいなーって思うよね。ウルトラマン、ウルトラマン、オネオスー。後ろなんかもね、こんな感じでね、すごくテカテカしてて、ジャキジャキーンってしてるね。身長2から 60m、体重111キロから6万5千トン。出身地はザム星ってことで。はい、ということで今回ですね、ウルトラ怪獣シリーズのザム星人、こちらをご紹介してまいりました。やっぱりザム星人って言ったらパイロット版の方が印象強いな。なんか、ビデオ版はな、ビデオ版とパイロット版なんか全然違うもんね、ザム星人。僕、ドレンゲラン持ってないです。ね、ドレンゲラン持ってないです。ドレンゲランかっこいいけどめちゃくちゃ欲しいんですけど、ドレンゲラン持ってないです。なんで持ってないんだろう。っていう、はい。ということで以上、届けますでした。バイバーイ。僕が、新しい何かしらのおもちゃ買うまでは、こんな感じが続きますからね。突然、オーブの、なんだろう、ハイパーゼットンデスサイスとかだ、を動画で出してきたら、あ、こいつ、買ったんだなって。ね。そう思ってください。はい。近々買うんで。近々買おうかなと思ってるけど、でもなーって。でもなー、みたいな。そのうち買うよ。買う。ご視聴ありがとうございました。Twitter では、動画の最新情報などをつぶやいております。チャンネル登録、コメントなどもお待ちしております。ということで以上、デタキザスチャンネルでした。バイバイ。